まだ遠いけどこっちに来てる感じ。イエス、マエストロ。また音楽が戻ってくる時を。一人で対処できる自信があるから飛び出していったのだと思っていた。買いかぶりすぎたな、ポンコツムジカート。だが貴様のおかげで列車を守ることができた。感謝する。気にするな。なんでもない。そう、黒い隕石、黒夜隕鉄、そこから湧き出す異質な力がこの星の大地に深く染み込み D2 を生み出した。ご機嫌なところ悪いんだけど、首席指揮官様は音楽が嫌いだったものね。あなたにグランドマエストロの言葉を伝えます。首席指揮官を解任、シンフォニカにおける全ての権限を剥奪とのことです。その潔さに応え、お前のコンダクターもすぐに送ってやる。これで世界は救われる。君の行いは尊敬に値するよ。さすがは高名なるシュナイダー家のご息女だ。君が同行するのは彼らを見張るためだろう。詳しいことはちゃんと見てみないと何とも言えないけど、じゃあ今から早速行きましょうか。私たちもね、レニーさんに助けてもらったのよ。町を襲ってきた D2 からシンフォニカの人からの勧めもあって思い切って。レニーさんのお子さんたちのお話も聞きたいですし、レニーさんは面倒見がいいから。なんでそこ見失うの。こんなんじゃいつまで経ったって私たち永遠にたどり着けないから。分かってるなら言うこと聞いて。なんとコンダクターでいらっしゃる。これはこれは、ようこそおいでくださいました。そちらの方は。マエストロはピアノを引きぶりして、俺は一番奥端っこから彼を見てた。夢みたいな時間だった。ルースター、ケンジ、アサヒナ、ここにありって感じだな。熱いんだよな、ケンの音楽はさ。一直線な音楽バカそのもので。よく来てくれましたね。また会えて嬉しいですよ。少し話をしませんか。僕はこう見えて知らないことだらけでね。うまいパンケーキの作り方さえ知らん。そういうことはちゃんと連絡してちょうだいね。今夜はあなたの好きなチキンにしましょうか。でも妻の中では今も生き続けているんだ。まだ少女だった頃のマリアがね。ちょっと出かけてくる。近くのマーケットを見てくるだけだよ。音楽って何？ずっと音楽に触れさせてあげられなかったものね。でもこれからはきっと聴けるようになっていくから。皆様、どうぞ日常にお戻りくださいませ。カロリーの補給も終わったことですし、先ほどのご指示を実行しても構いませんでしょうか。もちろん私であれば即座に殲滅が可能です。ニューヨークへのルートが確保できますし、そこの機械の音楽も存分に楽しんでいただけます。